どうも、武道です。えー、っとね、いろんなとこでニュースになっていて、知ってる方もね、当然多くいらっしゃると思うんですが、昨日のね、4時10分頃に発生した、能登半島でのね、大地震で、かなりのね、被害が発生してしまっているそうです。一応本日1月2日の8時30分頃にですね、死者6名、怪我人は少なくとも50名以上のね、被害報告がされているそうです。今回お亡くなりになられた方、並びに被災されたすべての方に、お悔やみとお見舞い申し上げます。 一応本日の10時頃にですね、日本海側の津波警報はね、すべて解除されたそうです。ただまだ地震の直後ということで、余震などのね、リスクもあるので、日本海側のね、地域に住んでいる方は今後も十分に注意してください。そして緊急でね、今回カメラを回している理由なんですが、皆様に緊急支援募金のお願いをしようと思いこのようにね、カメラを回しております。自分もね、少ない金額ではありますが、募金をさせていただきました。 一応自分が募金をさせていただいたのは Yahoo! ネット募金というところに募金をさせていただきました今現在ですね5つの緊急支援募金を募集している場所があってトータルでですね今2億円以上の、えー、募金がされているそうですそして支援者数の方が、えー、14万2000人の方がもうすでに募金をされているそうです自分もね本当は実際現地に行って、えー、支援活動などをさせていただこうかなとは思ったんですが もうすでにね、そちらに向かうまでの道路がもう崩落してしまっていたりして、あとですね、もうすでに救助隊の方がもう現地に向かわれているそうなので、素人のね、何の力もない僕が行っても足手まといになってしまうリスクもあるので、このようにね、募金のお願いをさせていただいております。自分もね、現地の方に少しでも力になれればなと思って、皆様にこのようにお願いをさせていただきます。一応、緊急支援募金の URL の方は下の説明欄の方に載せておくので、 ぜひそちらからか皆さん募金をよろししくお願いします。今回短い動画にはなってしまいますがこの辺で終わりにしようと思います皆様ご協力よろしくお願いします